素晴らしいわ。お待ちかねね、ピザを作っていくわ。まずは生地から。千円チャーシュー、お砂糖、塩少々。千円チャーシュー、ぬるま湯 140cc。 熱すぎるわ。40度ぐらいでいいのよね。じゃないとイースト菌が死ぬわ。ドライイースト 3g。 千円チャーシュー、やっとちょうど良くなったわ。だいたいこのぐらいかしら。こうやってしっかりと混ぜていくわ。だいたい耳たぶぐらいの硬さになるまでこねていくわ。ああ溢れちゃっている。うわ、こっちにくっついちゃったりして。皿が小さすぎるのよね。なかなか手ごわいわ。私に両手を使わせるなんてなかなかやるわね。指が出ちゃってんのよ、こっち。言ってくれるじゃないの。見て、だんだんいい感じの生地になってきたわ。サスケくんの耳たぶくらいに柔らかくなったわ。できたわ。これで30分休ませるのよ。後で江戸天してあげるからね。モッツァレラチーズを切っていくわ。生モッツァレラチーズ、中はどうなっているのかしら。あら、きれい。取り出してみるわね。美しいわ。かわいい、プルンとしててとってもキュートだわ。あらやだ、とってももっちりしてる。これにね、エキストラバージンオリーブオイルを千円チャーシュー。そしてもちろんこれだけじゃないわ。塩ひとつまみ、黒胡椒を千円チャーシュー。これが究極のつまみ食いよ。いただきます。飲まずにはいられないわ。赤玉、はい、乾杯。さあ、休んでいた生地はどうなってるかしら。江戸転生の術、ちょっと膨らんでいい感じになってるわ。見てこれ、すごいツヤツヤ。中でイースト菌がうまく育ったのね。こんなにいい生地ができるとは思わなかったわ。いいわよ、いいわよ。ここでピザソースを塗っていくわ。ピザソースを千円チャーシュー。ああ飛び出ちゃったわ。勢い良すぎたみたい。まあご愛嬌っていうところね。たっぷりぬりぬりしてあげるのよ。チーズを、江戸転生の術。そしてここに置いていくわ。いいわね。ブラックペッパーを千円チャーシュー。ダッチオーブンの中に入れていくわ。千円チャーシュー。おい眠り。こうやってね、上からも熱を加えることでピザが焼けるのよ。お待ちかねね。開けていくわね。えっ、さあ出来はどうかしら。うわちょっと想像と全然違ったわ。生地が膨らみすぎて爆発しちゃってるわね。ああ素晴らしい。なんて美しいのかしら。これをトッピングしていくわ。ピッツァのハーブ。ああいい香り。ルッコラ。さらにオリーブオイルをかけるわ。美しい。戸塚の剣で切ってくわ。素晴らしいわ、素晴らしいわ。なんて美しいのかしら。いただきます。うますぎる。